田中は小学校3年生の時から川崎フロンターレの下部組織に入団していた。田中はアナウンサーの田中葵と同姓同名なのでテレビに取り上げられたことがある。田中は三笘薫選手と同じ小学校と中学校でチームメイトだった。田中は南部鉄器を使ったことで貧血の数値が改善された。田中の試合前の験担ぎは顔に水をかけること。田中がサッカーを始めたきっかけは幼稚園のクラブ活動。田中が影響を受けた選手は中村健吾選手。田中は小学校時代にリフティング何回できたかと聞かれ無限と答えている。田中が遠征に必ず持っていくものはシューズクリーム。田中はもしサッカー選手になっていなかったらゴルファーになりたかったと答えている。田中の好きな漫画はワンピースとキングダム。田中が遊園地で好きな乗り物は怖くないジェットコースター。